足立義政シマサ11月27日隊は、日本の実業家。JX 飛行、日赤金属社長兼、パンパシフィックカッパー社長などを務めた。茨城県東茨城郡小川町出身。茨城県立三戸第一高等学校を経て、1972年3月、一橋大学法学部卒業。高校、大学では、ラグビー部に所属。新藤隆は、 一橋大学ラグビー部の一年後輩で共にフォワードを務めた。1972年4月日本工業入社。佐賀の関清蓮所総務部業務課配属。1975年から本社勤務。営業畑を歩み、2000年美工金属、執行役員金属加工事業部副事業部長。2003年美工金属加工代表取締役社長。2004年兼、 新日工ホールディングス取締役2006年美工金属代表取締役副社長2010年 JX 飛行日赤金属副社長社長補佐金属事業本部長2012年 JX 飛行日赤金属代表取締役社長パンパシフィックカッパー代表取締役社長及び JX ホールディングス取締役兼務 市議初日系資本出資100%のカセロネス、同鉱産での生産を進め、同成功の出荷を開始した。2014年 JX 飛行、日赤金属顧問。2015相談日課監査役。2016年相談日課取締役。一般財団法人宇宙システム開発利用推進、機構理事、立命館アジア太平洋大学アドバイザリーコミッティ、委員。 一般社団法人日本地ン協会副会長、日本新動協会副会長なども歴任。ラガーマン、鉄の絆新日鉄住金、新動流人脈作り移植の総務畑社長、過去無愛日本経済新聞2014年4月11日、解放、ウェーブ21トップインタビュー、春光根和解、JX 飛行、日赤金属社長に、 アダチ市日本経済新聞2012年4月26日、アダチヨシマサチリのカセロネス銅鉱山開発で41年ぶりの原点回帰を果たす、デイリーダイヤモンド2013年7月12日、JX 飛行、日赤金属、インテグレーテッドカッパープロデューサーを目指し、チリで初の本邦企業100%出資でオペレーターシップを取って、 同開発事業に挑む国際協力銀行、ありがとうございます。